はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでブルーさんですね。はい、アルゼンチンをこちら3箱ですね。はい、よいしょ。いや、パック数少なくて結構 PB 楽かなと思ったんですけど、パックがすごいペリペリでしかもちょっとパッツン系で、よいしょ、ハサミでやると余計危ないという、はい、手で、はい、こうやって開けていきます。で、カード4枚の時には、面子が入ってるっていうね。はい。わかりました。はい、見せてました。はい、まずは、あ、アルバレスだ。CR。150。はい。シリアル2枚ぐらいですかね。で、シリアル。うん。シリアル。で、ノンシリアルの光物が1枚ぐらい。これがサインかどっちかですよね。あ、下に入ってる場合は違うのか。サインは手前に入ってたな。はい。これ箱1シリアルないやつですね。うん、はい。2シリアル、1ノンシリ、1オートみたいな感じなんですかね。あ、サインだった。ファーストウォーマンだ。はい。カーボニさん。カーボニさん、ファーストボーマンですね。バレンティン、うん、ミッドフィルダーなんだ。182、2005年生まれ。はい、ファーストボーマン、うん、受けるかな。まあアルゼンチンですからね。まあ普通に代表になってるってことですから。はい、これチャンピオンのこのインサートいいですね。あれ、ディマリア、決勝で2点目決めたんだっけ？なんか決めましたよね。その時のかな？あ、マラドーナ。お、クレスポさん。はい。かっこいいね。50シリ。アイマールさんとかみんなね。バティ。うん。ガルナチョさん。ガルナチョさんはスリビレットだよね。はい、パルデスさん。すごい、こんもんパリパリまあ素材はいいんですけどね。ちょっと、あ、これだ、メンコ。はい、マラドーナですね。あ、ちょっとピント合ってない。箱1でしょ、このちっこいの。さっきもPB5 にちゃんと探して、はい、ちゃんと回収しました。また箱に戻してね、で発送しますんで。チャンピオンのシリアル？お、よしはい、ちょっと言いたいだけなんですけど、ちょっと音量気をつけてくださいね。はい、おー、いいねー、メッシのシリアル。うん、はい、レギュラーだって出ない箱とかあるでしょ多分。うん、箱1かな。はい。キーパー3人いるのね。
3位だった。はい。この方は、監督さん？はい。スカリオニさんって、監督さんだよね。そうだよね。はい。おー、監督さんの音だ。初めて、監督さんの音。いいね、マネージャー。よし。ネギラー弾けた。エミリオ。もうちょっとこれ素材強くても良かったんじゃないかな。ペリペリすぎ、150シリアル。はい、ベロンさん。はい、お、メッシュのチャンピオン、いいね。シリアルも出たしね。最高じゃないですか。あ、違う。これだ。4枚の場合は、ね、はい、救出しました。これ気をつけないといけないですよね。わ、これ5パックぐらいでもいいんじゃないっていうサインシリアルシリアルシリアルなし、4パックでいいんじゃん。あとこの麺粉 ?5 パックでいいよね。ガルになっちゃいました。おう、アルバレスね。あ、メンコメンコ。はい、サネッティさん、ザネッティ、サネッティだよね。あ、マラドーナ。はい、マカリスター、これがね、うまくこう下まで行ってくれればいいんですけど、弱いね、パックが。よいしょ。途中で切れちゃうね。これでね、普通は引き抜けるんですけど、普通に圧力なく、下も結構きっちりだから。はい、リバラ。ピンク50じゃなかったっけ？ 50 だ。おう、うん。結構、小尻も出ますね。普通にね。金色？メッシュ着てる。はい。ニコ、パズさんというのかな？あ、メッシュメッシュ、パズ。すごいですね。
ファーストボーマンの尻なしですね。面子が出たもんね。じゃあ、ここか。こうだね。お、ディーバラ。はい。店長も知ってる。うん。ディバラサイン、久しぶりに見ましたね。すんげえ久しぶりに見たかも。うん。ね、相変わらず丁寧にこう書いてますね。ディバラはどうでしょうね。ちょっと SP ぐらい。どうですかね。いいよね、多分ね。OK でしょ。まあ、一箱、3、4枚、ローダーですかね。ですんで、まあ、入れます。とりあえず、後で、はい。リキャップ。シリアルなしの方はね、後でちゃんと入れときます。シリアルありの方だけちょっと、今、やっときます。これだ。ね、うん、いやー、これ案外サクサク PB できるかなと思ったら案外サクサクできない系で、ちょっと動画自分のまだだなと思う方は多分明日ですね。はい、間違いなく明日ですね。ちょっと普通にかかりますね。はい、1時間に多分4組ぐらいしかできないんじゃないかなと思います。ちょっと待って。はい、で、あとこれか。うん、パラレルのメンバーもありだな。はい、ということで、よいしょ。ね、シリアル6枚ですけど、メッシも来たしね。うん。いいんじゃないですかね。アルバレスも来てるし。はい。で、サインはファーストボーマン。まあ、シリアルではなかったんですけど、まあ、監督さんとディバラさんも来たし。いいんじゃないですかね。はい、じゃあ、こちらでね、発送は明日になりますので受け取りよろしくお願いします。順次 PB はしますので、はい、他のお客様もまあ今日できる限りやりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。